市のうち工場側電源の準備、これはまあ基本的にはオフになっていると思いますので大丈夫だと思います。で1の2のところが電波発信機になっております。限度があるので、はい、まあ、そこまで離した位置には置けないんですけど、はい、多分こっちに来るのかどうかというふうにしますね。はい、まあ、下に収納するところのそうなんで、これがややテーブルの中に入ってきますので、はい、まだ戻ります。もう少し行きますね。下の方は入れないので、下入るっていうのがあったんです。ちょっと待ってて、ちょっと待って、ここ通過って位置の場合は多分ネットワークはですね、お客さんもちょっとちゃんと裏から、はい、本体の200アンペアで200もう1系統発信機の方に入れていただく必要があるんですけれども、発信機は内側に入っています。これが今ワークに入れているブレーカーの黒い、はい、はい、右に関しては発信機本体、それから囚人機で、この外に置いてあるんですけど、チラーのようになっているとりあえず、レーザーの発信機はい、そうです。こっちは必ずこっちから上げるようにしてください。通信の関係でこっち先に立ち上がったとこっちのをうまいこと通信することができなくてエラーが出ます。まあ、その際は1回落としていただければ大丈夫なんですけど、まあ、基本的にはレーザーから立ち上げるということです。お願いしたい。まあ、これ通りだな。ではレーザー発信立ち上げ、はい、1回こう切り終わった自動で起きた状態ですと、オンとオフの真ん中のトリップという状態になっています。なので、これを1回オフに左に回していただいて、あっちからオンの方に回す。音とかなんないんですけど、この左に何かちゃって立ち上がっています。はい、でその後に本体の方のレーザーシャッター、はい、
ないかも。ないんじゃねえかな。ああ、ないかもしれないよ。納入いただく機械がですね、今これ後ろが、キャビン仕様って言って前についてあるカバーと同じ蛇腹カバーみたいなのが後ろにも付いてる仕様なんですけれども、お客様のところに入る機械は後ろがこうカバーで覆われているようなタイプになります。となると発信機がおそらくカバーとカバーの中にこう横付けみたいな形になって、ブレーカーも、ちょうどそのパーテーションを厚抜きで見たときにこの辺りに入れたこの辺りの本体みたいな形でつくことになると思います。はい、いずれにしてもレーザーからレーザーの整備を順番に回していただければ大丈夫です。はい、でガイド6ページのところは後ろに棚等がつくところの操作になるので、今回は不要です。出し終わったら本当は安全のためにオフしていただきたいんですけれども、それまでにオフしていただければ大丈夫で、もしキーをオフにした状態でそのままスタートしてしまってもレーザー出さないでただ単に動くっていうような状態になりますので、害はないというか、それで壊れるとかそういうことはないので安心してください。で、なんか頭で動いてしまって加工しないで動いてしまって、そうですね、加工はしなくてレーダーのヘッドが下がってこう動いたけど何も切らないし音も鳴らないぞっていう形ですね。はい、で全部レーダーの加工の場合は改めてリセットしていただいて火をオンにしてスタートしていただければ大丈夫です。で先にパンチをするような加工の場合は、プログラムの途中からって言われて加工の途中のプログラムを作り直すっていう機能がついてますので、それをちょっと見ていただいてパンチの最後のところを指定した上でレーザーだけのプログラムにしていただけると、改めてレーザーだけにしてシャッターをオンしてスタートすると動かないです。この機能はちょっと覚えていただけるといろいろ便利かなという気がします。シャッターオフにしてるとレーザー加工してるときって結構けたたましくガスの音とか、切ってる音とか、あと囚人機がボーンって回るとかうるさいんですけど、なんか気づくと思います。おかしいぞっていうのが、はい、ではとりあえずここまででやってください、はい、なかったらこの3つを繰り返したいと思います。で、7ページに行く前にの4のところはやっていただく必要があります。防護装置のアラームメッセージを出します。では非常停止状態で立ち上がるような形になりますので、それを防護装置を完全にセットしてあげる必要があります。分かりづらいんですけど、これが防護装置です、はい、これを、2回押して終了の動画を見直すことで最初長押ししていただいて、はいはい、でもう一度押していただきます。今かもしれない。あ、俺がいるからだって。ああ、それもあんのか。これもつくの。これもつきますね。手前のところテーブルが動くので、やっぱり入った時にテーブルに手を
あそう。これあのちょっと内部の安全回路が変わってまして、ヨーロッパに出すのを出す仕様を対応する特性上、どうしてもちょっと防護措置2回をしていただかないといけないので、面倒くさかったらもうあの連打でも多分大丈夫です。あ、はい、で、これが出ますか。あとは通常は、ここにアラーム出てないと思うんですけど、まあ、もし何か出るようであれば、あとはこの NC リセットボタンを押していただけますと大体消えますので、防護装置と何かあれば NC リセット、とりあえず立ち上げてみてください。あ、次立ち上げ、はい、今4番が終わって7ページの1の4番減点復帰ボタンがこれ、はい、そのまま押してもらえれば大丈夫です。そうすると、ほとんどのパンチと同じような動作でチャレンジと、あとはパレット、それがレーザーヘッドっていうのが減点1に起動するようになります。ピシャン押してもその減点画面自動で消えるんですけれども、改めて見ていただくと、減点付近が必要な軸っていうのは、減点起動させるとこの緑のチェックがつくようになっています。 X、Y、P、Z、Y、P、G、X は、パンチと同様に今、正面向きの左右に動く軸ですね。で、P が